皆様こんにちは、ポカチンです。今日はですね、月の広告収益が14万円のオワコン状態からわずか3ヶ月で月の広告収益が90万円ほどまで復活させた3つの秘密みたいな感じでお話ししていきたいと思います。3ヶ月ぐらい前のね動画になるかと思うんですけれども、僕の最低の売上が14万ぐらいまで落ちちゃいましたということで、まあ他に仕事をしてたっていうのがあったんですけれども、やっぱりね SNS の方がまあ自分的にはねやりたかったんで、他の仕事辞めてまた SNS に力入れたところ、まあそのくらいまではね復活しました、少しね伸びた動画もあったっていうのが要因なので、まあちょっとずつね減っていったりとかするとは思うんで、まあずっとこのままね右肩上がりに上がっていくような感じではないっていうことをまず伝えておきます。でご心配ねしてくださった皆さんありがとうございます。まずこの3つの秘密ということなんですけども、まず1つはねショートの使い方で、2つ目はメンタル面、そして3つ目がまあ市場調査みたいな感じでお話していきたいと思うんですけれども、7月にね、僕が出した動画本数が15本ぐらいで、再生回数がね、まあ、450万ぐらいあったんですよ。で、450万ぐらい再生回数あったら、まあ、従来だったらですね、まあ、150万とか普通に売り上げてるはずなんですけれども、まあ、100万すらいかなかったっていう感じでございます。これはまあ、ショートのせいなんですけれども、で、伸びた動画がまあ、1本ぐらいしかなかったんですよね、7月に出した動画は。で、6月に出した動画が7月に一気に伸びたんで、まあ、ちょっとね、いつもより広告収益が、まあ、収益が上がったっていう感じでございます。まあ昔は毎日出してたんで、まあ15本ぐらいだったんで、まあこんなもんかっていう感じですね。で、まず一つ目のショートを使ったっていうことなんですけれども、15本ぐらいはロングの動画を出したんですけれども、残り15本ぐらいは、まあショートの動画を、結構頻繁に出しました。で、僕はね、まず結論から言うとショート動画は、まあやらない方がいいと思ってます。ショート動画って、まあ、作るのも、まあ、結構簡単なんですけど、まあ、3、4時間はかかったりするわけじゃないですか。なので、その3、4時間かけるんだったら、長い動画に時間を使った方がいいんじゃないかなとは思っております。ただ、まあ、僕は、ショートは、過去動画の切り抜きのみを使って、それが伸びたね、動画とかもあったりとか、まあ、そこから本編に一応つなぎやすいジャンルだったりもしたので、ショートを、まあ、結構乱発して、まあ、なんで、毎日投稿はしてて再生回数も多いんだけど、まあショートなんか全然、まあ、収益にはもうほぼならないので、うん、まあやらない方がいいと思うんですけれども、まあ、こんな感じで過去動画を使って本編に流せたりするパターンだったら、僕はショートを結構使っていくのいいんじゃないかなと思います。もう普通にねショートをメインで出してる人たちってロングの動画作るときに、もうなんかやる気起こりにくくなっちゃうと思うんですよね。もうショートばっかのチャンネルってあるじゃないですか。でも、やっぱ本当のトップのところでロング動画をメインで出してると思うんですけれども、ロング出せればショートなんか、まあいつでもできるんで、切り抜きゃいいだけだったりもするじゃないですか。なんで、まあ基本的に、こう YouTube を頑張りたいなと思ってる方は、ロングを基本的には頑張った方がいいと思います。ただ、僕がショート出して良かったなと思った点は、新規にリーチしやすいんですね。なんで僕はショートをこういう風に捉えてます。一昔前のサムネイルみたいな感じで捉えてます。一昔前の YouTube は、サムネイル詐欺で、まあ大体ね、集客するんですけれども、今の YouTube ってホーム画面見てみてください。同じようなのばっか出てこないですか？新規の人が見つかりにくい状態になってるんですよ。なんで、サムネ詐欺したところで、そのサムネ詐欺すら見つからないっていう状態なんですけれども、ショートはなんか見たことないチャンネルのとかって、なんか出てきショートばっかり見てる人もね多いと思います。でそこで新規の目について、あ、こいつこういう動画を出してる人なんだっていうところで、まあ、新規を主にターゲットにしていったっていうところが、まあ、ありますね。まあ、ショーツだったり、まあ、その他の動画も、新規をちょっと意識した形で、やっていきました。僕はね、結構長いこと動画やってて、まあ、コメントをいただける方はね、本当にありがたいです。でもやっぱりね、同じ方が結構コメントしてくれたりするパターンが多くてですね、そうすると、視聴者ずっと一緒なんじゃないかな、みたいな錯覚が生まれるんですけれども、やっぱね、5年前の動画とか、まあもう見ないじゃないですか。なんで、新規に向けて、過去の動画見てるから当然知ってますよね、みたいなスタンスを少し
まあ、減らしたっていう感じですね。ターゲット層をショート使って少し変えたっていうことです。ただしショートには労力は一切今のところ使う価値はないかなって僕は思ってます。ショートで稼げる時代が来たらショートに全振りします。まあショートで伸ばすのはそんな難しいことじゃないかなっていうふうに思います。で、二つ目、まあ、メンタル面なんですけれども、僕はね、もう 4,5 年前になんか YouTube 講座みたいな動画を出した時に、まあ、YouTube の動画には2種類のパターンがある。まあ主に時事ネタを扱う、まあ、トレンド系の動画と、まあ、もう一つは資産型の動画だみたいなことを言って、まあ、今でもね多くの人が言ってると思うんですけれども、これがもうなくなりました。まあ、完全になくなったわけじゃないんですけれども、資産型の動画って要は、いつまででも見てもらえるみたいな動画なんですけれども、今ねもう面白いクリエイターが増えすぎて面白い動画が毎日山のように出てくるんで、資産型の動画、要は古い動画ってもう全く再生されなくなっちゃったんですよ。もうちょっと前だったらされてたんですけれども、まあ、全然されなくて、まあ、だからってトレンドをやれっていうことではないんですけれども、いつまでも再生されるような動画を作っていくんですけれども、昔は自動販売機みたいに設置していこうみたいに言ってたんですけれども、それが YouTube だって言ってたんだけど、まあ、その考え方をね、完全にもう変えてですね、Twitter のように、まあ、Twitter や TikTok のようにですね、こう流れるものだっていうふうに、まあ、考え方を変えるしかなかったですね。Twitter ってやっぱこう、過去の動画をさか、過去のね、ツイートを遡ってみるってそんなにないと思うんですよ。だけど、こう、いつもなんか同じようなこと言ってません？よくよく見ると、こいつ毎日ツイートしてるけど、まあ、よくよく考えたら似たようなことずっと言ってるな、みたいな感じで、こう、流れていくものだと思うことによって、ちょっと動画のテイストを、まあ、あんまりね、全部細かいことは言わないですけれども、ちょっと変えていきました。なんで、こう、生きてるチャンネルだよっていうのを Google さんにアピールするために、こう、資産だからね、大丈夫だよね、みたいじゃなくて、流れるようにっていうふうに考えました。で、そして、もう一つはね、こう、やっぱ YouTube は、YouTube という名の刑務所で僕たちは生きているんだっていうね、自覚を持って、こう流れていくわけですね。要はだから、不労所得を目指すんじゃなくて、流れていく。僕たちはね、その今刑務所に、YouTube という刑務所にね、こう入ってるんだ。だから頑張らなきゃってはいけないみたいにね、思うようになりました。ただね、こう挫折する原因にも、まあ、なるし、まあ今ね、引退してる YouTuber めっちゃいるじゃないですか。で、僕がどういうふうに考えてるかっていうと、まあ自分を、やっぱね、YouTuber と思うというよりは、まあ業者化するってことですね。本当に一会社と思って動画を出すことによって、YouTuber っていう感じで出すと、やっぱオワコンみたいな感じになるんですけど、まあ業者が、ただね、やるべきことを淡々とやっていくんだったら、まあ別に、この動画が伸びなくても、まあ次伸びるかもしれないし、とりあえず、やるしかないじゃないですか。会社はもう淡々とやるべきことをコツコツ淡々とやるだけであって、まあなんかその目先の数字にね一喜一憂するわけじゃなくて、感情を捨てて、僕たちは、まあ僕は AI ですみたいな感じでね、会社です、企業です、業者動画投稿みたいな感じで、まあ思うようにしております。で、 YouTuber のね辛い点は、まだ僕登録者がね、まあ20万人後半台なんで、そんなにねきつくなかったんですけれども、おそらくこれ100万人超えたりしてる人も数字めっちゃ落ちてるじゃないですか。そうするとね、数字とのギャップがありすぎて、まあ、メンタルがきつくなってくると思うんですけれども、まあ、そこもね、まあ、業者化して、まあいいや、別にコツコツ淡々とね、まあ、初心に戻ってやるだけだと思うようにしてやりました。で、そして3つ目、まあ、市場調査ということなんですけれども、オワコンになってるかなってないかって、まあ、わからないと思うんですよ、ちゃんと調べないと。で、ジャンル的にはなってない。って思ったんですね。僕が、サボったりとか、いろんな要因で伸びていないだけで、伸びているチャンネルだ。があったりとか、まあ、この自分のやってジャンル自体は伸びてるね、動画が何本もね、あったりするってことは、まあ、一応、その、需要はある程度まだ生き残ってるんだっていうのをまず調査したことと、あとは、まあ、基本的にはね、見ないようにしてたんですけれども、同業者のチャンネルを少しチェックすることによって、まあ、僕はですね、逆に自信がついたわけですね。同業者のチャンネル、伸びてるチャンネル見ても、やっぱね、自分のところのチャンネルが面白いなって、自分の方が面白い動画出せるって思ったなので、続けることが、まあ、できたわけですね。面白くなくても伸びてるんだったら、僕はもう面白いの出し続けようっていう風にモチベーションを変えました。あとは、まあ、視聴者の声とかも全然僕聞いてこなかったんですよ。まあ、リクエストとかに答えなかったんですけれども、6月に出した動画がですね、まあ、120〜130万再生されまして、それはコメントでリクエストいただいたとかっていうのはあるんですけど、まあ、コメントいただいた方ありがとうございます。まあ、そういったね、コメント一つ一つを今どういうのが見たいのかっていう目がね、やっぱちょっと欠けてた
欠けてたなと思ったので、まあ、そんな風に、ちょっと視聴者の声とかを、しっかり取り入れるような感じにしました。で、その辺で、まあ、メンタル面ね、維持しつつ、まあ、やってきたわけで、まあ、ちょっとね、復活したなっていう感じで、まあ、ただね、その、いろいろ、こう、復活して、もう、油断するとね、すぐ落ちちゃう世界なんで、まあ、これからもね、まあ、頑張っていきたいとは思います。でね、よくね、こう、YouTube の、なんか、こう、ね、講座とか方法とか伸びない人でよく言ってんのがね、やっぱね、僕を感じたのはね、テクニカル面のことを言いすぎてるとか、テクニカル面のことばっかね、考えてる人が、まあ、基本的に伸びてないなって、最近思うようになりまして、まあ、要は、なんか数字、何時に出すととか、なんかコメントがなんちゃらとか、なんかようわかんない攻略法みたいなことを、ね、言ったりさ、人いるじゃないですか。まあ、僕の周りもいるんですけれども、そういうことじゃないだろうって思うわけなんですよ。動画が面白いかどうか、ね、需要があるかどうか。で、面白い動画をいかに継続して、まあ、いかに効率よくメンタルを崩さずに出せるかっていうのが大事なんで、本質は、まあ、動画が面白い。まあ、これがに尽きるんですよね。動画が面白くて、そっからどういう風な戦略を立てていこうっていう風になると思いますので、まあ、テクニカル面ばっか考えてる人は、まあ、うまくいってない傾向があると思いますので、ぜひね、動画が面白くする、動画を面白くするっていうのをね、最優先に考えてみてはいかがでしょうか。僕もね、これからちょっとまたね、復活できるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。いつもご覧いただきありがとうございました。じゃあね。